ここでバイバーイ。あ、心を中心に紹介したんだ な、うん、我中心じゃないね。我中心じゃなかった。ナナちゃん出発出発、はい、お船で買ったですね、氷結を飲んでおります、ね、すごいね。ちなみに恵比寿屋さんですか。恵比寿屋の嵐山さん、嵐山の店舗さん、人力車さん、人力車さんに乗っております。すごいです。景色がね、素晴らしいです。これ見て、今これ私がカメラを落としたらこの iPhone は死にます。やめなさいそういうのやめなさい。のんちゃんの iPhone のように死にます確かに。ななちゃんがおとなしくなりました。そうです。気持ちいいな。かわいいワンワン、バイバーイすごー。今からですね、あの船で下ってきたところを JR で戻りますそうなんですよ人生初のね。なんか遅いって言われてます、コウタロさん。あえて抜いたの。でもこっちの方が絶対重いよな。あ、U ターンするんだ。イエーイ、遅いよ遅いよでも絶対こっちの方が重たいで。そろそろ手がつりそうです。持ったのか。ほら、手つりよった。ナナちゃんとっとこ、かわいいから。もしかしてそろそろあのリュウちゃん抜くんじゃないかな。リュウちゃんどこ行ったん。え、わからん、走って行ったよ。え、人力車はちなみに道路を走らないといけないんですか。歩道はダメなんですね。なるほど。へえ、自転車と同じなんですね。前これ乗ったな。前これ乗ったチャリタクな。だってコウタロウさんの後ろ姿を撮っとこう。かっこいい。いいね。前からは前はよ。おお、曲がるほら後ろに見て。ココロー、ココロー、遅い、そっちが遅くなった。ちなみに坂はきついですか。かっこいい。すごいね。ほんまにリュウちゃん早くして早くしてダメダメ、そんなん言ったら。そんなん言わない、そんなん言わない、うん、ダメよ。わ、おすごい、美人、浴衣美人、かわいいね、うん、バイバイ。バイバイって、ごめんね、下からアングルになる、うん、いいよ、マスクしてるから二重顎隠しやがって。関係ございませんね。すごいね、すごいね、京都の街並みって感じ。体は資本って感じは何を言ってるの。体が資本やあなたが引き、あそこ知りたかったらできひん。前も受けママが、うん、コウタロさんおいくつですか、うん、え、見えない、見えな、マジか、私より下かと思ってんけど。 8? おおっと、どう、おっと、今 P ですか、 P ですか、 P ですよ、はいはい、お、はい、お若い、お若い、私のと、私より下だと思ってました。わ、すごい、すごい、私今年みそじ、今年みそじです今。なんで20代に見える、見え、見えとった、no.
の足腰が大事ということですね。そうですね。めっちゃ老人的なこと言ってないか。大丈夫。街中でこんな大声で老人的な会話しとっていいか。いいよ。あ、りょうちゃんおった。おった。そこ、駅そこ、おい。バイバーイ。バイバーイ。駅そこやって。駅通り過ぎた、うん、ちょっと回ってくれ、ね、もう駅通り過ぎてていいよ、いいよ、どこまでも行くよ。JR ですね、多分。おお、そこ店がある。お店ある。へえ。りゅうちゃん言ってるの違う駅。え、じゃあ違うとこよって言わないとあの人あそこで待ってるで。え。うん、JR って言ってました。言ってあげ。え、それ JR の駅ちゃうよって。え、あれ JR の駅ちゃうよって。分かってる。今から行く JR やろ。何言ってる。え、路面電車ちゃうよ。戻らない。何を言ってんのよ。え、あの川のとこまで。これ屋根もついてるんや。待って、人力車をやってる人、男前の人多い。多いな。多いな。なんなん、なんでやろ。なあなあ、ほんま、りゅうちゃんにちょっと修行さしに行こうかな。え、親族ですか。どういうこと。いや、男前が多いから。どういうこと。身内なんちゃう。違う。ほら、なんか老舗っぽい店がね、うん、多いですね。ななちゃん、ね、ね、おしゃれ。古いお屋敷が多いね。ココロくん。ほら、ココロくんおる後ろに。ココロくんの方が遅い、こっちの方が早い。遅い。その口の言い方。曲がります。え、これ私ら降りたら先んとこまで戻るんですか。うわー、すごい。大変。すごい迷路になってる。乗ってると乗ってないとじゃでも違うんじゃない。あ、まあまあまあ、うん、迷路になってるって言ったの。イケメンに手振ったやろ。誰がブーブーって。今この人イケメンに手振ったで。イケメンにはみんな手振るの。どんなキャラなの。やめてよ、そんなどんな。私そんなんちゃうねんけど。いや、いいんちゃう、それで。あ、やばいやばいやばい、抜かされる。キャー抜かされた。めっちゃ笑顔やった。めっちゃ笑っとったな、今な。うわ、早い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 。なな、早いで。でもバイクの方が早い。そりゃそうや。そらね。安全にね、安全に行きましょう。安全にね。すごいね。もう今日はね、初体験多かった。いや、まずな、ここではちょっと大きい声では言えないけど、チャリタクはカメラがこうなっとったのよ。でも人力車はやっぱりこう安定してますね。安定してる ね。チャリも大きいんじゃない、こっちの方が。そうやな。ついてきて、りゅうちゃん。ついてきて、ついて、あ、いて。走れ走れ走れ、赤い服ゴリラ。赤い服ゴリラ。この竹林のとこ行きたかったな、一回、うん、次来た時行こう。せんな。なあ、もうちょっとあの日中のさ、あったかい時に。ココロくん、抜かして。抜かしてて、抜かし、ああ、抜かしてってこと？うん。ココロくんに抜かれても嫌やな。7が一番やもんな。面白い。すごいな。ね、でもここら辺はまだあれやな、うん、すごい掛け声してる。バイバーイ。バイバーイ。ナナちゃん誰にでも手を振る。誰にでも振るよ。バイ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 。ちょっと恥ずかしいからやめようか。あ、ほらお兄さん来たで。バイバイ。お兄さんバイバイ。いや、今ママツーの方が手を振ってた。ほんま。あっち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 。待ってでー。曲がりまーす。うわ、すごい。綿菓子屋さんがあったよ。めっちゃいい匂いする。臭い。おい、臭い言うな。なんて？綿菓子の匂いや、今の。臭い。サカサカサカ。サカサカ。頑張れって、お兄ちゃん頑張って。あ、まだ。絶対やる気ないや、今。今の言い方絶対やる気ないや。頑張って。もうすぐじゃん。前のお兄さんだって余裕ぶっこいてるもん。俺も余裕っすよ。おお。そう、安全第一ね。
です。YouTuber の人や言われました。え、言われました。はい、あ、気づかれました。よかったです。何駅って言うんですか。嵐山駅ですね。おしゃれ。で、そこから亀山に行くんでしたっけ。亀岡ですね。そうです、亀岡です。泊まるのは亀岡ですか。いや、帰ります。車置いてあるんで。バイバーイって、ほら、バイバーイ。カメラがあっち向いてホイしてました、今。はい、そうですね。はい、すいません。あ、イケメンに手振るの忘れた。おい、どんなギャラ。待って、私の無理な分がそっちにありますんで、カメラをね、こっちに見させていただきますね。着、はいた、はい。はい。これでも歩いてたら。誰が優勝や誰が優勝や、これ早くしてちょっと風で前髪がどっか行っちゃったな。どっか行っちゃった。ここって電車30分に1本ぐらい。早く。いや、 JR やったら15分に1本ぐらいじゃん。 うるさいな。早く。そう、ゆっくり行くのがセレブなんですよ。私たちセレブだから。誰がや言うただけやん。わ、誰がや。一番後ろに止めてるから俺は勝っちゃうで。え、なんて、まあ、多分手加減しちゃったと思うんだ。そうやで、タクロさんかな、手加減しちゃった。タクロさんか。タクロさん、タクロさん、いやでも、この車25キロしか出されへんから。こっちの方が重いんです。100キロ出るからな。そうやで、こっちの方が重いんです、総合計が。だからやっぱレディーやからな。あの令和ポーズどうにかして。あれ令和ポーズってやん。知らん。いや、ち、あいつが勝手にしだしたんやん。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと降りてから、うん、じゃあ、はい、ちょっといいですか、シートベルトしますよ。バンザーイ。拭いてください。え、何を、あ、ごめんなさい。大丈夫ですかね。全然、カバンは、カバンは全然いいんで、あれはあっち、あっち、あっち、あっち拭いて、あっち拭いて。これ持って、これ。ちゃちゃちゃうよ、ちゃうよ、こっち、こっち。はい。お兄さん、ありがとうございました。はい、お兄さん、お兄さん、ありがとうございました。こんなイケメンがいますよ。はい、皆さん、来ましょうね、京都ね、嵐山ですよ。はい、はい、ありがとうございます。車来んね。いや、ママ、早い。え、さっき見た時、そこ、おらんかったね。え、ほんま。はい、おかえり。あ、もう行ったかん、行ったかん、行ったかん。おかえり。楽しかった。どうやった、どうやった。なあ、人力車めっちゃ走らんでよかったから。よかった。楽やった。なあ、めっちゃ疲れた。バイバイ、沸騰で、手沸騰で。バイ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 。小学2年生さん、どうやった、どうやった。人力、マーツーが好きなイケメンさんでした。イケメンでした。そこなんか京都をちょっと、京都楽しむとかじゃないの。イケメンでした。ママツが好きなイケメンでした。で、全イケメンに手を振ってきました。前もやろ、どうせ前もやろ。ナナハが全然知らん人、知らん子とか知らん人に、あ、ぜひぜひ。